寿司トーク。お、シャウ。ガストーク、ガストーク。ガストーク。ガストーク。僕がね、ちょっとうっかり言ってしまったというか、まあ隠してると思わなかったんで言っちゃったんですけど、星光さんから柴田さんに報告がありますので。あ、俺手術して入院するわ。いやー、これね、びっくりしたよ。しちゃってるんだけど。入院、なんかカレンダーアプリで予定共有されてるじゃん、みんな、うん、いきなりバーン、入院14日分の1 14日分の1、バラ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 、突然入院がめっちゃ入って、えっ、待って、で、りょうか、メスさん、あ、メスさんから最初に聞いたのか、うん、じゃあ入院するらしいよ、ね、あれ何ってところ、いや入院するやんね、大事すぎない。入院って響きやね、確かにカメちゃんからも、サドケンさんからも電話来たもん。え、入院ってどこですか、まあ、知らんかったら何の話になるもんな。いや、まあ、大事なんだろうけどね。大事だよ。そう、字だからといってバカにするやつではない。そう、その通り、その通り、大事だよ。普通に人生で一番の入れ目だったんだから、うん、うわー、そういくと本当に鬱になるんだよね。まあでも俺よりは大丈夫かもしれないっていう噂もありますからね。まあ、そうなんですよ、僕はお尻の手術をね、入院するんですよ、手術と哲也と同じ病院。そう、哲也、じゃあ、穴兄弟じゃん。穴兄弟広い意味でね。弟じゃん、徹夜の。入院ですよ。人生で初めて入院。次男ですね。次男ね。うまい。でも、ちゃんと会ったんだね。いや、あるよ、知ってたよ。でも、ずっとなんか、キレキレって言ってた。いや、別にキレじゃないなと思ってた。あるし。あ、あ、もともと、あ、感じるもん。感じてたんだ。ヘルマ状態。だから、自らね。え、あ、いいよ。ヘルマ状態、テレマやったら、ここにいるよ。いや、なんかね、普通にビリーバー、私はここにいるよ。どんな時でも待ってる。それなんか誰が歌うよ、ちゃんと飯食ってるか。いや、トシミツが奏者側なんだね、じゃあ。いや、なんか、てつやはさ、字の時にさ、すごいみんなミスだじゃん。俺見て、俺字やるんだよ、気持ち悪いでしょって、キャッキャッキャッキャってやってたじゃん。だから、あの営みが実は大事。あれ大事なんだよ。お尻をね、人に見せるって大事。お、まあ、おかしいじゃんってなった時に、なんかわかるじゃん。じゃあ病院行けないって会話出るじゃん。でも、知ってたんでしょ、いるって。なんとなくね。だから、普通に病院が遅かったよね。俺が監視なの。俺らが先に見てたら絶対行ってたよ。行けよ。絶対言われてたわ。行かなきゃ絶対ダメなやつだと思う。でも、普通の見た。外も外からわかんない。いや、すごいよ、本当に。うん。なんか俺よりもヤバそうだみたいな思ってた。物は見てないね。俺、肛門があって、俺のはこの辺から出てんだけど、清水はこの辺から出てんだよ。なんか仲間がもう一個あるみたいな。中に入ってるの？俺は、その、内側、肛門の内側だけど、清水はもう腸の壁が下がってるみたいな。そう。やばいじゃん。なんかめっちゃピンクだ。そう、清水のはもうなんか新鮮な、美味しそう。中身、ポン酢つけたらうまそうみたいな。でもやっぱりさ、異変があるなって分かっても、うん、まあ一家になるじゃん、もう何年も共存してるから、うん、じわじわ出てくるから、ね、徹夜の時でさ、別に思ってたら別に俺もやばいだろうなって、うん、それでもね、やっぱりいけないっていうのは、生活できちゃってるもんね。なんであれさ、生活できちゃうんだろうね。分からんだ、尻って。分からんだ、それは。だって、出ちゃってんだ。内臓出ちゃう病気あんまないでしょ、他に。うわ、すごいね。困らないのが辛いところよね。まあいいんだけど、困らないから、ね、まあ血出てるし、僕たちもね、うんこの長くて困ってんだけどね。でも十分な体の異常で病院に行かなかったじゃん、うん、将来、気づくの遅れて死ぬよ。もう死ぬよ。やっぱり絶対死ぬもん。何の脅しだよ。絶対、おじいさんもそうだった。病院嫌いで、ピザコにもう死ぬみたいな。病院でよ。絶対そうだよ、俺。だからみんな死ぬ、頼むわ。絶対行かんで、病院見せてくんないと。うん、そう。病院一回見せてもらったら、ちょっと今無理無理、マジで本当に今いいよ、あんまり今日で。お前あとで個人的に見せるわ。なんで切れてんの。そういうとこ俺が切れてえわ。なんでお前見せるの。そこでスッと見せれないと病気が分かんないから。やべえじゃん、ゲヘヘ、行った方がいいよってね。そう、俺本当 YouTuber でよかったと思う。やばいか、俺の場合は見せて、哲也はそうかもね。見せびらかしてやばいじゃんで終わっちゃうけど、動画のネタとしていけるなと思ったから行ったっていうのが、うん、でも本当にこれ見てる人、人ほどじゃない人めちゃくちゃいるって思っただもん、うん。俺めっちゃ聞かれるんだよ、友達から。俺もイモジなんだけどさ、これ言った方がいいみたいな。結構聞くじゃん、俺に血出るよみたいな、うん、そのビチャビチャではない方のさ、血全然出るよみたいな。え、てつや見てあげるの、それ欲しいよ。いや、まあ症状を LINE で聞いて、うん、自分でそう言う時点で絶対病院に行った方がいいから、
自覚してるもんね、うん、でも行かないじゃん第一人者じゃん、お前地の権威内自覚の自覚があるんだから絶対行った方がいい自覚がないなりですよ、内自覚のね自覚内自覚の自覚がないなりあーおー、おー、自覚マジで、手術しないで済む段階があるじゃん地の死ぬのを見てもらうこと恥ずかしいけどもっとポップに捉えようっていう回そうただのね、うん、あの診察なんだ、うん、向こうはもう本当に見慣れすぎてんだからうんマジで何とも思ってなかったもんねみんなだってねだって僕と清水の診察見てたけどさなんか入れるじゃん器具みたいなの、うん、でなんか普通こっちからしたらさ大音じゃん尻になんかあんな機械入る金属半端ないねそう半端なかったね先生あはい行くわよ行くわよって言ってはいニュルニュルニュルってつるんって入れるじゃんえあれ痛いんじゃなくて違和感でうーってなるよねめちゃめちゃ違和感がするからちょっと痛いんじゃない痛かったどうだったんだろうなちなみにそれ手術後バカ痛いからマジで言うマジでバカ痛いからやつじゃん何しもって言う聞くほど痛いからで俺手術よりも入院が嫌だもんだから、うん、そういうのでまあね初なんだよね初入院はもう楽しみ入院いやさっき言ってんの嫌だって俺こ持ってくからはい、じゃあ漫画持ってくわいらんってネットで読めるから今レモンハート53巻ぐらいあるでも動物の森が発売するんだよもうすぐだから、うん、哲也の話けどまあでも俺は動物の森めちゃくちゃやる気だけど、うん、ビッグタイトル任天堂から、うん、そのスマブラだった哲也の時は子供森でしょ任天堂からビッグタイトルのゲームだった時は危ないよ次のそのレベルのタイトルが出たらみんな尻のケースで先に解いた方がいいなんか痔という病気で6分の2が手術するってすごいねなかなかだよね他3人は安全健全な肛門いや僕はだと思ってるけどでもさすがに見てほしいかもしれないもはやでもなんか何もなくても見てほしいかもしれないよかったああなんだお前普通のケツやないかつまんねえなって言われて安心したいもん、ねうん、まあね夢丸とかちょっとクソ切れとか大丈夫なのいや、そうなんだよねだってちょっと不安な一番いいとこいいよ先生、言ってたもん、そのなんか清水くんの場合は便秘で、その長いからその、うん、それでだんだんこの負担かかってんじゃないかって夢ものクソ切れが悪いイコール負担がかかってるわけよ、うん、そうなんだよ いかなって俺はずっと思ってたんだよずっとだからこう待ってるかもしれない、中でこうやってもうそろそろ出ようかなってマジあると思うタイミングで出てきちゃうんだそうそうそうあいつらは風呂には結構浸かる毎回浸かるから湯船大事ですねうん、あとね、あれサウナだよね、だから、うん、サウナで対処すれば血とかなんない、うん、結構良くなるしね吸収も良くなるしね俺最近では出ないの、全くあ、そうなんだ全く出ないやっぱサウナ引き締めてねまず全く出ないとしみつがサウナにハマってるんですよん今から手術するよって人がサウナにハマってるじゃあハマるのが遅かったとしみつは効果ないですからじゃあ遅いの順番が違うからそうそうそう、うん、今なんなら縮んでるもんねうん、寛解してるよ治んねえサウナでサウナに行く暇があったら病院に行けば済むんですでもな、ほんとこの時期のがもう入院即決だったのよ、割と、うんうん、でもね、もうこの時期逃したらさ、また仕事も忙しくなってくるしさ、うん、いいタイミングだったよ今しかないって思って、うん、この決定ですねこの3月中に入院だもんねそうそうそう早いよなお母さんから連絡したまだえ、してないのうん、なんか字だから、まあ、直前でいいかないや、その字だからっていうのがもうでもまあ、今週末は法事であるで、そこで言うわなんて言うのんなんて言うの法事事前入院するって何事前入院する地位点点なんだよ、こっちは地位点点じゃねえよ全部かけてくる、こいつでうまそうだじゃんやって、てつさんの時も確かやってたな、なんか何かと一文字だから、やりやすいんだろうな、うぜえな地主やばいね大地主じゃんって言ってたもんなどんな手術もうそれ聞いた起きるんじゃない、まあ、起きるってね、うん、でも哲也とはちょっと違うって言ってた哲也は皮を切るからさって言ってもうすごい僕納得あの子かって分かるなえいって切るんでしょためらいなくえ、分かんないどうなんだろうとしみつの場合ってどうなんだろう伸びちゃってる皮だからそれを切って余ってるところを切って繋ぐのかなつけてやつ食べてるほんとでね、うん、あ今うまいセサンだな一番欲しいよこれこれが楽しみでね両親怒られるぞ本当にえ、うん、今更めっちゃ気持ち悪くなってきたチキンナンバー食ってる時にやめなさいよ清水入院期上がるんだからなんかいや、え、こちゃんの話ですかもう何でも別に適当にメンバーの人はねいつでも来てもらっていいけどメインにできるの全然メインでもいいと思う、うん、症状も違うし
別に今のところ手術の予定ないんですけど、別にするなら別に任せますよ。うん、でもなんか入院期本当にあれだよ、マジで一人で取り続けるだけだから、めっちゃ寂しい。するかどうかって感じだよ。見舞いには2時間おきしすぎだよ。トシ帰るわ、響くわ。スパーでそこです。お見舞い何が欲しい、ま、もえお見舞い何が欲しい。いや難しいね今って。なんか手伝いなんか、なんだっけ塗り絵みたいなさ、あーやってたね、掘るやつ。俺ああいうのやらんタイプ。あれめっちゃいいよ、心洗われるから。哲也誰かにやられてやりきゅうせたっつったの。あ、そうだ、え、あれニトロじゃね。あれ俺がやりました。お前だよね。めっちゃ頑張ってやってて、最後のちょっとだけやっといたよっつってさ、ちょこちょこってやられて、マジでやりきゅうせて、もうやらんくなった。最悪や。普通に、普通に半切れされましたもん。習字セットとか本当にな、あのね、僕も時代長かったからね、わかるけどね、あの習字画面系に飽きるの。へぇ、テレビとかゲームもういいってなる。小説とか本とか、うん、俺何したの。ニトのピカブイもらって、ピカブイやってて、で、その何ポケモンのゲームピカチュウ&イーブ。あ、分かったけどな、ピカブイ今みんな分かったと思うよ。ピカブイ1週間マジで長い。え、あと植木の法則読んだわ、カメちゃんに借りて。あんたはてめえワンピース読んでるからさ、今俺もしかしたらそれ繋げるかもしれない。まあそうね。ちなみにしこれんからね。はしこれない、絶対しこるよ。いや、絶対リミナル抜いてくれるもん。いや、無理だって。自分、俺ら手はいい、手は元気だよ。もう、肛門に力入れれないから、もう無理だって。はぁ、あ、じゃあ、果てるときに、うぁぁぁぁ、どっちが勝つのさ、気持ちいいのか痛いのか。いや、もう挑戦しできない、とてもできない、怖くて、一切もう、勃起したら、うぜぇ、もう邪魔だわ。ちょっとでかくなるだけっていう状態なの。どうしても邪魔だ。我慢し続けるの。いや、我慢とかじゃないもん、でかくなんな、邪魔だから。え、でも臭みや。なんか最初はすごいビビりながら抱いてたよね、女の子。あ、一番最初そうね。治ってね、1ヶ月ぐらいの間はちょっとスポーツ禁止って言われてんのに、俺マジで血出るかもしれないから気をつけてお前からね。ニューヨーク行った時もめっちゃビビってたもんね。そうか、その時か。1年経ってんだもん、余裕で。ニューヨークがだって1ヶ月経つ前じゃん。そうそう、もう余裕で1年ぐらい経つんだ。1年以上経って。えらいことだね、ほんま。清水の1ヶ月はスポーツ禁止になって、なんか長時間移動はちょっときついよって言われて、あの丸い座布団持ち歩くようになって。あれでも結局哲也ってどれぐらい入院したっけ。入院は2週間。哲也最初10日だったけど、10日が2週間、2週間無理して、悪かった。2週間を無理して10日にしようとしたけど、意外と普通の人間だったから2週間に戻った。俺も、ね、それ、まあ、一応2週間と、まあ、実は13日間なんだけど。2週間って言うとすごい短く感じるけどさ、半月だよ。1年の24分の1に半月さ、半月引っこもりになるんでしょ。え、でもご飯健康になっちゃうの。あ、健康にはなる、うん、まあそれは別にいいわ、最初。美味しい心の平穏が保てない。痛くて、なんか生活は穏やかな。もうそろそろだなって頃の入院患者とのね、この集まりがすごいいいのよ。俺苦手なんだよね、バイトの友達が一人もいないでしょ、俺。でもマジでお見舞い嬉しいよ。あ時間が過ぎる。ワンチャンだろうねって。くらがる。欲しい来たよ。いやでも笑ってらんないかな。帰んの。帰っちゃう。あ、こんな時間か。ちょっと嬉しいのに顔は曇るからね。笑ったら痛いからね。痛いから。マジで。動画撮ってる時ほんと辛かった。宇宙クイズ。宇宙クイズバカ辛かった。あぶね、宇宙クイズとか言うの。もう終わった。じゃあ早めにね、観察しないとね、リュウフォ呼ばないと。お、病気だったらできんじゃない。リュウフォ出てきちゃったんだよね。だからなるほどね。来ちゃったんだ、向こうから。どうでした。いや、入院患者と仲良くならないとマジで暇だよ。あの、なんかあるやん、畳のゾーン談話室ね。あそこでさ、もうなんかやってるわ。あそこマジでかいよ、ボドゲーの時。あそこで俺、基本3人組だったから。なんか持ってかんでいかんな。ほんとなんか、ゲームやり続けられない。何が欲しい。 PUBG 持ってく。これあったらマジやばいね。でも座っとるんだ。座れないか立ちだけど。立ちじゃん。いや、マジきついな。きつ、きつ、あらゆることが。これにかけるしかないの。まあ、どうもりにかけるしかない。でも iPad で漫画を読むのは目の経験を使う経験するでしょ。あれだ、Wi-Fi がね、ダメなんですよ、あそこ。ないなんか、繋がるんだけど、
繋がんないような、まあ、テザだね。俺は携帯です。あのスマブラをダウンロードした。すごいよね、何万ぐらいかけてやってたでしょ、テザリングを。ポケットでも電池って結構もうそういうプランに入ってなくてでしょ。はい、てか多分尽きたんだよね、そのずっと見すぎて。 Wi-Fi ない状態で永遠に YouTube 見てたら抑えていくしかないな。家の Wi-Fi ダウンロードして、家の Wi-Fi ダウンロードいろんなもの飛行機前みたいな感じで。いやでもあれってさ48時間以内じゃん。え、そうなの。ダウンロード YouTube とか見れる、うん、オフラインで家で。ソフトランクエア買って勝手に刺すわ。あ、それでかい、うん、いいのかな。いいないでしょ、スルーズ機械がいっぱいあるし。あ、そういう意味でないんだよ。そういうのある。病院って Wi-Fi ないんだよ。お前めっちゃ詳しい風にするやん。なんで。いや、カメラわかるだろ精密機械ばっかだから。あんま選ばんほうがいいよ。なんかすき焼き持ってきてほしい。なんか食べるのも大変なんだよ。マジで空気なくなるからね。すごいなぁ。いや、せちゃうね、としてパズル。あ、なんかね、そういうなんかね、素朴な遊びが一番ね、王道なんだなって気づいちゃう。ちょ、なんかさ、あれ物で完結する。いい加減さ、あのセーフコフィールドのさ、あの学園買ってきてくんね、横長ね。哲也がめっちゃ適当にさ、1000ピースじゃん、あれ。1000ピースで、お学欲しいんだよねっつって、何ヶ月か前ね。で、エディオン行ってさ、買ったよね、パズルの学校買ったよね、哲也が。これかなっつって、1000ピース、それしようっつって。残さいしようっつって。それ、あいつ帰ったらさ、全然大きさ違うんだよ。全然違う。俺が持ってるやつは、ノコ長のドームです。ツイッターのね、ツイッターみたいな。あ、そうめっちゃマシくない、全然違う。あの、細長い机でできるかなと思う。パズルが治ってくると普通に、てか、え、俺と同じ部屋ほら、うん、あそこあったら机の上でできる。徹夜見えるんだろう、私で。うざっここ治療でもあそこでも哲也のあれ見ちゃってるから、なんか負の頑張ろう。哲也なんかさ、ほんと病人だったじゃん、あの時。病人だったね。頑張ろう。弱ってた哲也は。4日の向こう側も病人なんだよ。任せろ。この顔で病室で待っててくれたらすごい安心するよ、こっちは。どうすんの、全然やばい、やばい顔してる。はぁーってそれでちゃんとおしゃれしてほしいな、ダサジャージ。え、着るもんはパンツ。自由だけど、あれで汁が垂れるから、ほんと脱ぎやすいスウェットとか。出た出た、としめつもパンツにあの変なガーゼ挟まなきゃいけない。そう、ガーゼケツに挟まんのか。あれめっちゃ臭いんだよな。めっちゃ臭いやつ。マジで臭い汁垂れるから。パジャマなんて寂しかったら連絡しいよ。え、もう出んやん、めっちゃ無視すね、もう俺の連絡連絡しいよ、食べて連絡しいよ、出るようにするわ。うちの実家割と近いから母親の LINE 教えとこうか。いいだろ。この前の母親ちゃんよしちゃって窓からがらってる。なんでそんなこと言うの。すごい心配なことなんですけど、はい、退院するじゃないですか。サウナっていつぐらいから行けるんですか。めっちゃ気になるよね。確かに。いや、それ先生聞いておくわ。ダメじゃないですか。遠いけんだろうな。ダメだと思います、もう血出ちゃうんで。サウナで、トシミツって言ったらトシミツサウナです。血たらダメなんですよ。良くない。当面の間だ。本当に当面の間良くなさそうじゃない。当面の間良くない。リアル1ヶ月、2ヶ月ダメなんだよ。やばくない。いや、怖っ。めっちゃ言っといてもいいよ。傷口治るの2ヶ月とかじゃないか。一番ないた顔してるじゃん。4月割とでもな、運動レコーディングとかあるしな。でも別に、あ、てかお風呂は入った方がいいんだよ、なるべく。うん、たくさん湯船に使った方がいい。温めるんだね。水風呂は水風呂は知らん。いいんじゃない、キュッとしまう。お風呂はめっちゃ入ってたわ。でもなんか血流が良くなるから、治りが良くなる。血あと痛みが消える。へ、柔らぐんだ。寒いと痛むの、確か。あ、ダメだよ、水風呂めっちゃ痛いよ。あ、キンキンに痛むよ、多分。うわぁ、まあ本当いつかすんならここで一番絶対いいと思うわ。うん、まあ、どうせするんだったらね。うん、じゃあね、じゃあもうね、元気になるで、そしたら、ね、そしたらね、元気になるで、ね、まあ無理はしないでね。あるんだろうな、続々と東海はなんか。GMR とかマジで。今年は誰が何で匂いみたいな。糖尿病とかじゃないの、普通に。糖尿ではないんだよ。何じゃあ。肥満。普通に肥満。普通に太ってる。肥満の方が深刻だと思うんだよね。まあ最終的にはね、でも自分もそうだよ。自分がんになっちゃうよ。え、ガンだよ。実質出た今のガンだよ、選挙。すぐ選挙するの。笑えないんだよね、それで、あ、ビビってね、病院に行けるのが一番いい。
そうだね、病院通おうぜ。だってさ、めっちゃ突き詰めるとさ、哲也が俺ガンやんねって言ったところが繋がってとしみつのそれが見つかったんだよ。確かに。おお。しかもね、自慢やってますから、ね、うん、何かとかん、お前、金くれたくさんの金をくれ。結局哲也も原因も分かんなかったんだよね。それはまあ、その時の謎の炎症、体調みたいな。まあ今となっては何でもよかった。難病ではないんだ。じゃあよかったね、哲也も。突発性のちょっとしたね。あの時、うつるつってごめんね。お前らめちゃめちゃ俺から走り逃げたよ。うわぁめっちゃ笑顔だったな。いじりになってよかったね。いじりで本当によかったわ。地獄だけ話してたまにね、胃が痛くなるんだよ、本当に、思い出してる。痛みを思い出して。あの、検査直前に言ってたじゃん、俺。なんか、本当検査直前で二人がもうやってる時にさ、ちょっとめっちゃ鼻痛くなってきた。思い出して痛い。怖ぁ、そんなに痛いんだって。人生で一番普通に哲也は結構、まあ正当だろうけど嫌な思い出があるって言ってたのか。この雰囲気無理だって。ああ、そう、今ここだって。ああ、でも入院友達マジ大事だと思う。そう思うと嫌な思い出だけになるところが、あの人とこんな会話をしたなら残ってる。可愛い子とかいないの？可愛い子、病棟ちげえからね。あ、そうなの。可愛い子だけな、病棟なんだ。君は可愛いからこっち病棟しようか。可愛い子多分3階にいるんだよね。男は2階だ。可愛い子ベースに年光が行ったらどうなの。俺フラッとさ、もう院内全部散歩しようと思って知らずに3階入った瞬間にナースステーションで、ここ女性限定ですって言われて止められた。ブスだからダメって。俺お前ブスだから帰れって言われて。怖いですよね。屋上の出会いもなかったな、歩いたけど。あ、屋上もあるんだ。屋上にあのガラガラ点滴引いてナースと出会い期待してたけど、なんもなかった。怖いな、お前哲也さん、キスをしてるよ、ナース。そうそう。何にもなかったわ。またおゆうさん来てーって。病院もできるもん、そうじゃないかな。死ぬやつや。死ぬやつや。いや、筋力あの落ち葉のように。なんか握力、ダンベルとか持ってきちゃうの。力入れちゃう。頑張っちゃうから。絶対あの、ね、病院にいるときはね、寝てるのが仕事なんだよ。きつー。俺も絶対無理だな。絶対無理なタイプだな。肛門ってこんなに力入れてんだって思う。買い物行けないんですかって言っちゃうもん、多分。ネットショッピングしてください。毎日ハイブランドのネットショッピングしよう。全部届ければいいやつね。切れねえ。ダンボールだけも切れない。ダンボールだけ。整形と隠してほしいな。え、もう再来週。来週。入院してる。もう直前だ。しじまらしになんかやれることやってこい。そうか、再来週の撮影にもドジミツはいないんだ。やば。信じられるな。いや、マジで哲也入院した時うざかったな。いや、結構貢献したでしょ、俺入院してるなりに。3本3本今回の時でしたよ。コントと宇宙と、あと4コマ4コマとか。てつは暇だから3個くらい作品作れたから。確かに、としみつが撮れる動画もなんかうざいよ。宇宙クイズ的なやつ考えれば。あそこだから許されるクイズ。だからそうか、としみつに宿題をあげることができるのか。というわけで、としみつさんが提出されております。頭悪いからとんでもないご意見作るかもしれない。携帯できる範囲の宿題じゃないとマジでできない。そうか、エッセイとか書けるかもしれないし。もう こうなるよ。これ手を置こうとするとね、ってなる。何もしちゃってないんだ。じゃあマジ再建してみて分かる。力入るよね。力入れたくないもん。守り買ってくるわ。怖いよ、犬丸からもらう守りは。なんで、なんかどこで買ったか分からん。闇市場で買ってくるかもしれない。何闇市場で。何それ。じゃあね、マシマシのね。怪しいやつが安くて。大吉だから大丈夫。まあ、クイズ。それは大丈夫。ちょっと元気なくなってじゃあ。なんか暗いもん今。ちょっと斜め下見てる。地でよかった。こっからなんか本当の手術の入院で抜けていく人がいつか現れる。いやだから点滴打ったじゃん、あの内視鏡の前に。あの時にさ、この俺写真撮っちゃったのよ、そのまずその景色を、うん、この景色見た時にさ、これ入院ってしたらマジでどんどん記憶なくなっていくんだなみたいな。点滴萎えるよね。天敵なえるね。自分そういうタイプだなと思って。確かに。この景色、この景色。麻酔がずっと点滴取れてんだの時。検査か。検査受けるな。検査。いいよ。検査室もやばかった。すごいなえた。え、何日間点滴さしっぱなしだった？いや、それは全然。25。あ、違う違う、入院は全然。あの時みたいに刺した状態でやって、4時間。終わった後4時間。あ、そんだけなんだ。じゃあその4時間以内にもう屋上行ったってこと？
あ、違う、その手術前、これから手術なんですよって会話しようと思って、しようと思って、誰もいなかった、誰もいなかった。結局、心的刺さってる時のもう俺は今日はベッドから出んぞっていう気持ちすごいもん。でも本当に1週間とか点滴さしっぱなしとかって、うわ辛い。でなんか途中そのなんていうの、汚れちゃうから、この巻いてるやつが張り替えてくれるんだけど、その縫い一瞬だけ抜いてくるように貼るよ、ちょっともうちょっと待ってくださいって、なんかちょっとしっかりして洗ってみたいな、なんかあれあったけど、マジで点滴は耐える。いや普通に病気と戦ってる人すごくね、死刑はすごい思ったの。そう、入院して思った。検査であのあそこの検査室いるだけでめっちゃ怖いのにさ、手術のやばいよね。やばい、すごい。検査って痛いもんね。ね、だって体をいじくられるんだよ。痛くない検査作って、ピーンってね。そうだから写真撮ったら OK みたいなやつ、ね、なんか変なカプセルに入れば治るみたいなさ。ね、もうちょっとね、簡単にできないのかね。なんで針刺してなんで切ってこう、ウェイって取って、またウェイって戻して縫ってっていう、ないでしょ。痛くなってきたわ、じいさん。どうした、意識起こしてた よって今麻酔してた今。いやもう信じさせるさ。やばい。なんかあった検査他に、手術前。え、でも手術前検査は多分この前やったでしょ。ああ、やった、血液検査だけやって、直前は内視鏡だわ。あ、こ、え、え、今回とあまたやんだ。でもやったから一緒わかんない。え、またやんの、あれ出すの全部。俺の時はそうだったね。あれ、それが手術前検査。え、っていうか、だって絶対手術前も同じことやんなきゃダメでしょ、あれは。あ、そっか。入院の日に、そう、入院食が、あの、俺らがもらったやつみたいな感じで、うん、で、入院しながら、あれ、悩むよな。めっちゃ腹減るんだよね。めっちゃ腹減る、スカスカの飯食って、で、朝起きて、病院でね。で、今日は何も食えませんってなって、まあ、朝飯だけだな。食って、で、今日、何時から検査で、その後手術ですんで、みたいな、言われてた気がするの。どっけ。逃げ出しそう。詳しくは治療器見てください。手術終わってもすぐは食べれないんでしょ。手術終わって目が覚めたら4時間は携帯も何もかも禁止。寝てんの、ね、もうね、こう害なん、何もかも禁止。飲み物とかもないんだから。すげー、怖っ。4時間経ってテレビが解禁されたは。で、そっから4時間またさらに携帯代行だったよ。あ、そういえばあれだって、おちんぽに、あの、あ、そう、くだ、うー、出てる、おちんぽくだ、この、あー、おしっこ、そう、痛い、あ、痛くない、抜くときも別に痛くない。だから多分、実は麻酔が生きてたから痛くなかった。麻酔切れてなんでしょ、きっと。いや、やるよね、別に。もうだいぶ、いや、本当に痛いらしいけどね。うわー、なんでそういうこと言うの。でも、多分、おしんぽ同じ麻酔だから痛くないと思うんだけど、基本的には同じことだから。あの面白麻酔？ん？あの面白麻酔。いや違うよね。面白麻酔。あれは口麻酔？違う。あ、麻酔じゃないもん。この間かかったのは。あれは俺も。鎮静剤だから。あ、そうか。俺は下半身をガチ麻酔。世の中のすべての鎮静剤ってああなるの？知らんだ。そんな分からんけど。みんな記憶ないだけでみんな喋ってんのかな？だってこうやって世に出るのってこれこういうのこういう機会しかないじゃん。うん。みんなも喋ってんじゃない？ね、お医者さんとかを。うっかり爆笑してたりしないのかな。いや、ありえるよね。本に知らずに喋ってることあるもんね。自白剤も。だって小泉純一郎さんのものしたんだよ。次はあいつ、うんちだよ、俺。やばいよ、じゃん。怖すぎる。俺はなんかひよこがニワトリだったからね。てっちゃんマジ YouTuber だった。なんかいろいろ撮っといて、撮っといて。今、何やりだからいろいろ聞いて。すごい僕に。嘘。俺マジで知らない、それ。今撮っといて、今。俺インスタンスを上げるしだもんね。こっちはインフルエンサーなんだ。頑張りますわ、もう。頑張るしかないもん、こんないっぱい聞いてさ、何もじゃあやめますわ。言えへんもん、そんな。言えせんかよ、そんな。また勇気与える立場ですよ、またしても。おばあちゃんみたいな。元気にな。元気で受けないと、もっと元気になる。でも、毎朝、元気ですって言うわ。うん。それ大事だ。元気。元気だ。元気ついたするわ。病棟の活気を上げてほしいわ、じゃあ。もう、暴走ごと元気印。すごい、なんかルームフレグランス置いとくわ。はい、いい匂いすんな。こういう割り箸みたいなのこう、なんか名古屋行って買ってくるわ、なんか病室いろいろ入るやつ。病室おしゃれにしよう、絵飾ろう。
ラブホみたいにちょっとパチスロ台置いとこう。誰がやっこそんなことやらない。見たことないんだけど、ちゃんとパチスロ台置いてあるの。サンライトかな。あるね。サンライトある。誰がやるのそれ。って思って一回やった。っていうことだ。それだけ。って思ってみんなやるんだと思う。なんでやねん。はじめさんの動画を撮るときは夢丸がカメラマンでいいかな。めっちゃやだわ。ゴルフクラブ持ってた。なんで。おかしいじゃん、これ。どういうことなの。やばいよな。でもすごい尿道に紐通してるところとかね、嘘でしょ、こんなにスッて入るのって。これをーって入れてた。確かに、こっち側の人はむしろさ、たくさんいるわけやろ。病人の数だけ言うけどさ、こっち側いないからね。そう、もう手術室に白布で入った人って、なかなかなくない経験、おじさん以外で。俺見れねえな、手術。俺も苦手だろうな。今の手術室でこうやって、おえじゃないんだよ、多分白毛引いてっちゃうんだよ。さあ、アパターンのーってなっちゃう。俺、確かにあったんだよね、学生の時これ、うん、なんかそんなすごい人じゃないもん。本当に尻ちょこちょこ引いてるだけだから。それも俺苦手だわ、傷口で。俺無理でしょ。見たい、じゃあ俺行くわ。お前は来んの。変な気こいつ言ったことがないから変な気。汚いし、カメラに撮って。撮れよ。わ、手術後、そしてなんかケツから中生えてね。芝居入っちゃう。芝居が壊れる。うるさいから芝居の中に閉まっちゃう。うるさいよ。カメラ持った芝居がこうやって背中こう芝居の形。アホだな。アホ。むっちゃ入院すんだよ。頑張ってください。頑張ってね。あーす、どうもりしに行くから。それ嬉しいわ。通信しに行くから。お前こうもいいんやぞ。家だけに作るわ、どうもりで。やだやだやだ。知らないっすよ。シーズン、うちの村おいで。お前がこもらー。やだなー。